私たちのステージを見てくれてありがとう。最高の歌とダンスを披露できたと思うわ。応援嬉しかったよ。みんなに楽しんでもらえるようにこれからも頑張るね。しずく、私たちもピクニック行ってた分、明日からのレッスンも気合い入れていきましょうね。でも愛理たちピクニックに行って遭難しかけたんだよね。そんなに張り切って大丈夫なの？ええ、怪我もなかったし、こうして元気だもの。それにいいこともたくさんあったのよ。新しい友達ができたり、綺麗な景色が見られたりとかね。そうね、愛理ちゃんたちが斜面の下に落ちて雨が降ってきた時は本当にびっくりしたけど、あの時は大変だったわね。でも愛理ちゃんもお友達も無事でよかったわ。みんなのおかげよ。それに後で雫から聞いたんだけど、ルカも一緒に助けてくれたんでしょ。本当に助かったわ、ありがとう。ごめんなんて、私は一緒にいただけ。雫ちゃんが冷静でいたのがよかったのよ。うんうん、ルカちゃんが隣で励ましてくれなかったらロープワークのことを思い出せなかったもの。でもルカちゃんに綺麗な景色を見せられなかったことが心残りなのよね。じゃあ今度はここにいるみんなで一緒にピクニックに行かない？いいの？行きたい行きたい。でも正直、今回のピクニックで山は堪能したからしばらく行かなくていいと思ってるのよね。だったら牧場に行ってみない？電車で1時間くらいだし、この時期は花も綺麗らしいわ。いいね、みんなで写真を撮ったりしたら楽しそう。牧場なら私も大歓迎よ。チーズ作りとかも楽しそうだし、またみんなで予定を立てましょうか。そうね、今から楽しみだわ。あ、写真って言えばエナもミズキとたくさん撮ってたわね。あれからミズキとはうまくやれてるかしら。そんな感じで大変なこともあったけど楽しいピクニックだったよ。エナのおかげで愛理ちゃんとしずくちゃんっていう子たちともたくさん話せたし。そっか、それを聞いて少し安心した。安心ってなんで？みずきの楽しそうな顔久しぶりに見たから。心配かけてごめんね、僕は大丈夫だからさ。あれ、みずき来てたんだ。やっほーエナ、僕はちょうど帰るとこだったんだけどね。そっか、そういえば瑞希が前に読みたいって言ってた絵本あるでしょ、今ちょうど持ってるから貸そっか。え、ほんと？あー、でも貯めてたアニメを先に消化したいから借りるのはまた今度にしよっかな。あのさ瑞希、やっぱり何かあったでしょ、
あ、バレた。実は好きなアニメの原画集予約し忘れててさ、限定版買えなかったんだよね。だからそういうことじゃなくて。ねえ、二人とも、お願いがあるの。私、二人の歌が聞きたい。歌？なんで？今の二人は、ちょっと、悲しそう。でも、二人で歌ってる時は、楽しそうだから。ミク。大丈夫。そんな顔しないで。ねえ、みずき。ミクもこう言ってくれてるんだし、一緒に歌わない？そうだね。僕もミクの頼みは断れないな。それじゃ、みずき、一緒にあの歌を歌おっか。みんな、聞いてくれてありがとう。ミク、どうだった？二人とも、楽しそうだった。ありがとう。歌ってくれて。よかったよかった。じゃあ僕、そろそろ帰るね。バイバイ。ちょっと水木、まだ話は終わってないんだけど。行っちゃった。はあ、水木の悩み、また聞けなかったな。エナ、水木のこと、心配なんだね。まあね。でも、時間がかかりそうっていうのは、もうわかってるから。さっきみたいにはぐらかされても、またしつこく聞いてやるって決めたんだ。そっか。エナならきっと、できると思う。うん、やれるだけやってみる。ありがとね、ミク。私たちのことを心配してくれて。みんなもありがとね。少しだけ勇気を出せた気がする。また気が向いたら会いに来てよ。